こんにちは、時の小石です。今回はロードナイトを探しに川へ行ってみたいと思います。和名はバラキセキ、ケイサイエン鉱物の一種です。ロードナイトは持っていないので、ぜひ一つ欲しいなと車を走らせています。ちなみにぼっちな主の助手席にはいつも、何も言うまい。さて、目的の川へとやってきました。ネットの情報だけなので詳しい場所までは分かりません。携帯の GPS を見ながらの行き当たりばったりです。足元に綺麗な石英がありました。石英が多かったり、メノウや玉髄が少しでも見つかる川は期待が大きいです。もう11月、少しずつ落ち始める広葉樹の葉に哀愁を感じる。川沿いをひたすら歩いていきます。情報によると、川沿いから少し沢に入るとロードナイトがあるらしいです。ピンク色の可愛い石を想像しながら頑張って歩きます。ここかな。なんかすごく不穏な空気が漂っているんですけど、とりあえず登ってみます。動画ではわかりにくいですが、結構な急斜面です。片手にカメラを持ったままだとなおさらきつい。まあ、山歩きは嫌いじゃないので、体幹を鍛えるトレーニングだと思って頑張りましょう。かなり登ってきましたが、何もない。結構ハードなんですけど。ちょっと不安になってきました。もはや、軽装で来る椅子拾いレベルではないような気がする。こんなことなら、登山用装備で来るんだった。いやいや、そうじゃない。完全に迷ってる。少し頭冷やそうか。この先は、軽装備では行けなそう。滑落の危険もあるので、川沿いに戻ります。川沿いに戻ると足跡を発見。この辺りに来る方は鉱物目当てだと思う。そうだ、足跡を追跡すればいいんだ。ちなみに携帯の GPS は信号が失われましたという状態になっていました。通りで道を間違えるはずです。もはや先人の方の足跡が頼りです。道中、気になる石を発見。
この赤い色はマンガンが含まれているからかな。ここ、いや、まずは足跡確認。川沿いに足跡発見。さっきのところを登らなくてよかった。うん、いい感じで足跡がある。この辺りの紅葉は始まったばかりかな。さて、足跡追跡です。だんだん楽しくなってきました。ついに到着。絶対ここでしょ。だって石を割った跡があるもん。で、いきなりロードナイトがあるし、完全にどなたかが割ったものですが、今回の任務達成。予想以上にピンク色です。綺麗ですね。この石を割った方は、この程度のロードナイトはリリースするレベルだったのでしょうか。これも綺麗です。もはや、ロードナイトのワゴンセール。あ、この石かわいい。お持ち帰りします。なんだろう、このピンク色にとても癒されます。これも綺麗ですね。なんか石を割った残骸を拾っている感じですが、自分にとっては十分なくらいの石たちです。ちょっと休憩、しばし自然の揺らぎをお楽しみください。ギラギラな石発見。白雲母の結晶片岩かな。
眩しいくらい輝いています。ここにもあります。大きいので取れそうにもないです。あ、こっちは拾える。この石の透明な部分は何だろう。ほんの少しピンク色をしています。釘で傷がつかないので石英だと思いますが、薄いローズクォーツなのでしょうか。さて、そろそろ体が冷えてきました。帰りましょう。実は道中川に入らないといけない試練があったので、パンツまで濡れてしまっています。もうびしょ濡れなので何も怖いものはない。しかし11月に水浴びをする羽目になるとは。軽い気持ちで石拾いに来る場所ではなかったです。今度は装備をしっかり整えてまた来よう。最後のあるあがき、駐車場近くの泥の中で変わった石を発見。石英だと思いますが、色が珍しいので、持って帰って洗ってみます。濡れた服は、すべて着替えて、暖かい服装で帰還します。プールの後の、午後の授業の時のような気だるさ。嫌いじゃないけど、運転は注意です。今回拾ったロードナイトは、後日詳しく紹介したいと思います。この先カーブがあります。今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。